令和元年11月26日、阿蘇中岳火口が大爆発して負傷者が出たという想定で、阿蘇火山防災訓練が行われました。ただいま、阿蘇中岳第一火口が噴火しました。至急、周りの安全を確認し、草千里まで下山してください。この訓練は、中岳第一火口が突然大爆発を起こし、多数の負傷者が出たという想定で、阿蘇火山防災会議協議会が毎年行っているものです。この日の訓練は、中岳第一火口の火山活動が活発で噴火状態のために、阿蘇三条広場一帯で行われ、県警や広域消防本部、自衛隊、日赤など36団体、およそ230人が参加して行われました。山上駐車場には、爆発した噴石の直撃を受け負傷した観光客が横たわる現場に、救急車が次々と駆けつけて、負傷者に大丈夫ですかなどと声をかけながら、本番さながらに救助していました。救助された負傷者たちは、草千里駐車場に設けられた現地対策本部まで救急車で運ばれて、応急手当を受けていました。訓練の後、閉会式が行われ、阿蘇火山防災会議協議会会長の佐藤阿蘇市長が、いざという時、素早く対応できる確認ができた。これからも各部署において、安心安全のために活動していただきたいと公表を行い、今年の訓練を終わりました。